カチャ。あれ、こんちにははい、こんばんはこんばんは。おっと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 、福村さんは今お風呂上がってきました。わー、お風呂上がりゆじゅー、今日もいい湯でした。明日はね、へへへへへなとこに行くんだよ。まあまためいちゃんとなんだけどねめいちゃんとなんだけどね。ゆじきこんにちは。ゆじき偉いね、ありがとう、ありがとう、こんばんは。お風呂だってもう終わったけどねもう上がっちゃったけどね。こんにちは。仲良しやないって。仲良し。ゆうさ、散歩するのが結構好きって言ってるやんか。今日さ、めいちゃんのこと散歩1時間半ぐらい付き合わせちゃった。そう。今日もゆうじ偉いね。ありがとう。こんにちはわ。ね、相方みたいになってるね。すごい。超仲良し。めっちゃ仲良し。今日はね、めいちゃんとね、歩きながら、なんか、裏声で喋ろうみたいな、なんかノリになって、地声で喋ったらアウトみたいな。そういうしょうもないことしててさ、そう、ずっと、なんか、今日のレッスンはなんちゃらかんちゃらだったよね。とか言って2人で喋ってて、で笑い声も絶対に高い声じゃないとダメってやってて、だから「あっあっ」とか言ってずっとなんかずっと高い声だったで、なんかめいちゃんは割と寒いから早帰りたいみたいな感じやって。ゆうさは割となんか歩きたいみたいな気分やって。だから、裏声、地声を出してしまったら、3歩後ろに下がるみたいな罰ゲームしてて。そうで、でも地声出したんゆずだけやった。ゆずだけ3歩後ろ下がった。そうそうそう。ゆず偉すぎるか会社初期じゃ、偉い偉いですということって言って。そう、そういうね、変なことを今日もしました。今日も平和。明日もね、明日もなんか晴れって予報出てたからお散歩しようかなって。めいちゃんのことお散歩連れ出そうかな。なんかお散歩しようって言って家出るんじゃなくて、なんていうのかな、なんかどっかご飯食べに行きました、そっからちょっと歩こうみたいなんとか、あとはまあそれが多いかな。どっか行きました、ちょっと歩こうよみたいな。さあ明日も変なことしますか。明日は変なことするかな。明日も変なことしてるかもね。そうゆじゅ散歩って、ゆじゅ散歩って番組でき、うそ、できるかもしれへん。そう。で、めいちゃんと今日もお散歩して、明日もめいちゃんとお散歩するかな。明日は多分めいちゃんちお泊まりになる。映画を見るよ。めいちゃんちでな。めいちゃんちは、ブルーレイとテレビがあるから、お泊まりするとね、映画が見れるんだよ。わ、美味しいケーキでも買っちゃおうっと。美味しいケーキ買って、で、映画見ながらケーキ食べて、ケラケラ笑いながら涙流して、それが一番楽しいやつ。ハートありがとう。お泊まり配信来た。え、でもな、
夜そんな早くない気がすんねんな。だからゆずお昼配信しとこうかなと思ってた。明日、明日はめいちゃん中するから。ママから「えママ行くのに?」って LINE 来た。だってママ日帰りしようかなって言ってたから。明日さレッスンが入ってるんだよ。だからな、ゆうが忙しいんやったらママ帰ろうかなみたいな感じやったから、明日レッスンやから、ママまた再来週ぐらい来るときにお泊まりしよう。ママママ干されたって。じゃあちゃうでちゃうで、ママもさお仕事できはるくってさ。そう、うんよ、こんばんは、やっほー。あ、ママ誘われてんで、みんな、みんながママのこと誘ってるよ。ママ、ママ泣いてるかもしれん。あ、ママもみーちゃんち泊まりに来る？なんかね、あの3月20日の新木場の新体制お披露目ライブ、なんか初め組んでたあのやだみんなの家は嫌みたいやわ、ママやだって LINE 来た。なんかあの新体制のライブの瀬取りをそう決めてて、新体制の子にもこの曲とこの曲覚えてきてねみたいな感じやってんけど、社長とミーティングした時にやっぱりこっちの曲もいいんじゃないみたいになって、そう曲が増えたり変更したりちょっとしちゃって、そうまたねラストスパートドタバタあのあれしてるの、今レッスンをね追加して自主練してとかしてるの。だからね今日もねゆうちゃんはいっぱい汗をかいたのですっぴんせきチェキ茶でした。かなり大変そうだねって。いやでもあのその新メンバーの子たちの方が頑張ってる。だからそうあのみんな見に来てね、3月20日、もうあさってや、あさって、しあさってか、もうしあさってやで。みんな明日練習して通し稽古してでリハーサルやって皆さんのこと待ってますので、会いに来てな。社長ネイジュに力入れてるのね。だってそうだよ、社長、社長ネイジュのこと大好きだから。偉い人がのご意見で大変になるやつか。まあでも確かに思う、まあその日の瀬取りを見たらねみんなおーってなってくれると思う。そうみんな、ゆずちゃんはこれ以上喋ったらあの瀬取りこぼしそうやからそうでも複数形って言ってる、複数形だよん。まあ何人かは分かんないけどね、一人以上やっとあと3日でものにしないといけないのも、あ、まあでもそんな3日前とかに言ったわけじゃないよ、結構時間はあったけれども、でもさあの練習するに越したことないやんかっていうので、そう最後まで練習をねしてます。くねくねせとり求む、くねくねせとりどうかな、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 どうかな。マイメロなんだけど、こんばんは、やっほー、ゆずけらにありがとう。瀬取り3曲だけ教えて。イエーイ、イエーイ、はイエーイみたいなそんな感じそんな感じでございます。ゆずけらにありがとう。社長先週北海道の現場来てたわ。あ、ほんと、なんか
出張行ってはったね。AJ 北海道さんのさ、ライブにさ、社長が出てた。そう。シメンバー入っても浮気はしないからね。大チキエールだってどうかな、最近マイメロネージで流行ってる。なんかかすみさんが結構マイメロやから。なんかそれでマイメロ。まあでももう過ぎたかな、マイメロは。アミコ卒業でのアリスからのロケパラがくねくねすぎて忘れる。楽しかったよね、アミコさん卒業。でもさ、アミコさんもさ、あのネイジュの曲の中にさ、中にさ、あのアミコさんが振り付けしたホワイトトリップとリスタートってあるから、2曲も。だからアミコさんがネイジュのためにダンスのねご指導をしに来てくれたり、そうすることもあったりなかったりみたいなね。そう、皆さん楽しみにしててください。ネイジュの新体制も頑張りますので。さあ、アミコさんもさ、卒業してからもさ、ネイジュのことさ、好きだよって、ネイジュのこと応援してください皆さんって言ってさ、あの卒業の時にも言ってくれてはってさ、なんて優しい人なのって。さあ、アミコてんてー、社長出てきてびっくり。それな、ゆずもびっくりしたわ。めいちゃんと、え、社長出てるって言って、社長いるじゃんって言ってた。小林局のフォーメーションは小林が作り直すの。そうだよ、全部小林さんのものだからね。だからそう、あみこさんがやってくれはる。こんちにはやっほー、こんちにはー、どうも、あちゃ。そうそうそう、だからね、あとね、ゆずちゃんはね、もうちょっとで配信終わっちゃう。あの、なんて言ったってさ、今お風呂上がりでさ、髪の毛は乾かしてなくって。小林ありがて、いや本当よ、めっちゃありがたいことやで。でもゆずはあみこさんに会えるから嬉しい。あみこさんにさ、あの、遊びたいですって言って、ぜひ一緒に遊んでくださいって。配信中に自然乾燥、そうさせる。今あのみんなが知らぬ間にパックと、パックと乳液と保湿終わった。まあみんなに内緒だけどね。てかさ、お風呂入ってる時にさ、家のさ、ドアさ、どん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 ってされてさ、え、怖いと思ったの。もう、ありえん勢いで、ドーンって、もう、どん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 ってされてな。もう、めっちゃ怖かってんか、なんか、みたいな、なんか、どん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 ってされてん。こちら、配信見ながら髪染めなう。やば。髪染めてんの？いいね。店に来てね、また。風邪ひくようだって。みんな心配してくれて優しいね。ドア叩いてゴミ。お、お前か。怖かったぞ。怖かったぞ、ほんと。洗濯物干しまーす。ゆうちゃんは偉いので、みんなの前で洗濯物干す。そう。お化けでは？え、そう、それでな、あの、え、怖っと思って。でもまあお風呂中やったからさ、まあ出えへんかったんやけどさ。けどなんか、あ、洗濯機やって思った。洗濯機が、あの、乾燥、なんか脱水するためになんかぐるぐる回って、多分ガッ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 って言ってたと思う。ゆずはそれにびっくりして、え、誰って思って。しかもさ、今日さ、なんかさ、お散歩めいちゃんとしてる時にさ、すごい怪しい人が歩いてきて、前から。だからさ、そのさ、なんていうの、その体勢やったからさ、怖かった。脱水、そう、脱水の音やった。そう、洗濯機めっちゃな、なんか大暴れしてはって、びっくりしちゃった。そう、洗濯機うるせえよ、それな。
洗濯機めっちゃうるさかった怖かったわ普通に。ゆずたち、ゆずたちちゃん、ゆず怒られてんのかと思って洗濯機に、お前物入れすぎだよガッ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 、めいちゃん逃げて、そうめいちゃんが一番怖がってた。でもなんか言う、あのさ普通になんかめいちゃん側に不審者来て不審者じゃなかったけど、でもさやっぱりさ歩いてる時にさポケットにさ手入れてはるとさちょっと怪しんじゃうよね。なんかえなんかあのポケットの中から何か出てきたらどうしようみたいなさ恐怖があるんだよ。そうだからみんな歩く時はね手出した方がいいらしいよ。みんなぜひ手出して歩いて、なんかなんか出されたらどうしようみたいな思っちゃう。怖かった本当ね、めっちゃ怖かったわ、びっくりした。なんかほんまにほんまにナイフでも出てきたらどうしようと思って怖かった。よいしょ、刺されたらどうしよう、みんな助けに来てや。ナイフ出てくるもん、絶対、そう絶対出てくると思った、やばって思ったよな二人で。で絶対今でしてやばかったよって言って喋って、でその人のせいでなんか歩いてくる人全員がなんか悪い人に見えちゃってそうもう二人でビク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 しながら歩いてた最後も。ナイフ確定、え、なんかナイフそうじゃない、なんかナイフそうやんなんかブザッとむしゃくしゃしたからやりましたみたいな。怖い、絶対やらないよねみんな、そんなこと絶対しないでおこうね。ずっと平和に楽しくライブしようね。全員手挙げて歩いて、そうだからなんかめいちゃんとゆずとさ2人でさ全員手挙げて歩いてほしいねみたいな、ミューゼーミューゼーやんって言って笑ってたそんな怖いことがあってもさキラキラ笑えるゆずたちってほんまに平和やしさ、なんかさそんな日本にありがとうだよね、ほんとありがとうございます日本さん、いつもいつも。分かった手挙げて歩くって、でも、うん、そうやったらさ逆にさ、えなんかあの人手挙げてる不審者だってなるかもしれへんからあのほどほどにね、ほどほどに、ほどいい感じで手挙げとこう冬場ポケットから、あーまあ確かにそう、俺もそうやね。えでもゆずのおすすめ、おすすめっていうかゆずのおすすめは手袋つったらいいんじゃない？ゾンビの、ゾンビの集団見て、じゃあ手前に出したらめっちゃゾンビやけど、手上げたら、まあ手上げててもおかしいけどな。そう、前習いしておく。いや、ゾンビやん。ゾンビやん、それ。それゾンビやねんな。結局不審者、そう結局不審者になっちゃう、どう頑張っても不審者になっちゃうどない生徒泣いてる。えでもまあまあまあ、なんだろうな、多分ユウたちが敏感にちょっと思っちゃっただけやから、まあみんなは普通に歩いて、多分普通に歩いてるのが一番普通やから、あの変な歩き方してたら余計変な人に思われちゃう。黒い衣装にサングラス、え怖い怖い。でもさ、なんでさ不審者ってさ黒い服にサングラスしちゃうんやろ、めっちゃ不審者そうやん、なんでそんなことしちゃうんだろう、余計怪しまれそうみたいな思考はないのかね。めっちゃさ普通のさなんかジーパンにさ白 T とかの方がさなんかバレなそうじゃない、そんなアドバイスしちゃダメか、でもなんかイメージな、そういうのの方がいっぱいそう。女の子やったら例えば量産型の服着とくとかさ、なんかいっぱいいるから分からへんみたいになりそう。
夜に紛れ、ああそういうこと、夜に紛れる、まあ確かに紛れるか、まあでもそれで紛れてると思うなよってな、不審者の人バレるぞって、やったらバレるんやから、どうせ捕まるんやからな、やめとこうや誰やねんってな、やめとこうや、そういうことはな、ほんまそんなことするもんとちゃうで。なんか昨日からさ、めっちゃさ、なんか癖強めのあのなんだ関西人の喋り方すんのな、ハマってんねんみんな絶対3月20日のライブ来た方がええで。なんでこれ入ってんやろ、洗濯2回目やわ2回も洗濯しちゃった。ふんばってつばって小心もなんだてばらえる。三角公園にいる JK、 何三角公園って、大阪のこと、大阪のさ、アメ村の前にさ、三角公園と呼ばれるさ公園があるの。あそこ、ゆずさ、インフルエンサーの子とな、あの友達やねんけどな、その子がなんかあのその三角公園でちょっとここで TikTok 撮ってほしいみたいな言われて、 TikTok 撮ってたよ、なんか覚えがあるわ。だからな、ゆずな、前からな TikTok の撮り方だけはな知ってて、そうカットどこでやるだとか、そうだからユッキーのさ、ウィンターロードのさ、あの TikTok 撮って編集してあげたゆずやねん。これ裏話ですが、あれ星野さんのやつゆずが作りました。そうそうなんだよ。だからな、本当は TikTok の撮るのは得意なんやけど、自分の顔面に満足がいかなすぎて投稿するのに時間がかかるんだよね。だからモチベある日しか撮られへん、あれほんまに。あれめっかわやった、ほんまにゆずが撮ってあげたんやで、ゆずきありがとねーだって、やったイエーイ。そうでもなんかそのインフルエンサーの子の TikTok 撮ってたんは、ゆず何年前や、あれ高2とかやからもう3年前になるのか、シビア、もう3年前か高2が、やばくない、ゆうちゃん、ゆうちゃんやばいよ、ゆうちゃんどんどん時間がなくなっていく、頑張らなきゃ、頑張らなきゃね、もっともっとね、じゅ頑張らなきゃね。見るこっち、見るこっちはゆずの顔面に満足しとるが、いやほんまに、なんかそう言ってくれる人が多くて嬉しい。でもさ、ゆずさ、どの動画か分からへんけどさ、 TikToker キッズにさ、 TikTok に住み着くアンチキッズにさ、なんか目、なんか涙袋やばくねみたいなコメントされて、ゆずウキウキしちゃったわあ、ゆずにもアンチキッズがついたと思って、まあまあさ、そんなんがさいっぱいあるとさ悲しいけどさ、ありがたいことにさ、みんながさこうやってさ、ゆずき偉いねってさ、ゆずかわいいよっていっぱい言ってくれるから、そう、そのアンチキッズが一人いたところで、ゆずはなんか、あ、アンチにも目が届くぐらいこの動画は広まったんだなみたいな風に思えたから、そう、みんなこれからも引き続きゆずきかわいいよって言ってねそう、キッズがね、そう、なんかド M やから嬉しいとかそういう話じゃなくて、なんか、あ、多くの人に、そのアイドル好きじゃなくても、なんか多くの人になんか行き届いてるんだなって思った。そうそうそう、 TikTok を全然やってこなかったからね、そう、あ、嬉しいと思って、ちょっと嬉しく、よし、アンチコメしてくる、 BB っていうアンチコメあったらみんなちょっと攻撃してやそんなこと言わないであげてくださいって言ってちょっと洗濯物を干します。はい、じゃあ。
忘れがあるな、そういえば。アンチコメ、アンチすぎて可愛すぎて腐って、アンチすぎてどういうこと、どういうことド M やったんかで、ゆずド M じゃないで、ゆうちゃんと電話してる時と同じ感じ。そう、ゆずめいちゃんと電話してる時もちょっと洗濯物干してくるって言って、ちょっと声が遠くなるんだよねそう、たまにはね、たまにはねっていうか、あのそのラジオ配信の時はね、こういうのが多いかもしれない。ちょっと洗濯干してくるとか。そう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 。これがゆずのお風呂の電源切った音。みんなもさ、鳴るんじゃない？なんかあの、電源を切りましたみたいな。そう、それの音。ピッ。よし。これで乾燥機完了。で、ゆうちゃんは洗濯機にカビが生えないように、いつも浴室乾燥みたいなのをつけてから寝ます。そしたらなんかカビが生えにくくなるらしいよ。まあ、何年も使ってたらな、そらなんかカビ生えるかもしれへんけど。そう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 、ならんな、古いから。そうか、ならんか。ゆずきを遠く感じる声だけ、そう、声だけな、ちょっと遠目やったな。はい、ということで本日の配信はこれにて終了いたします。15分ぐらいかなと思ってたけど30分ぐらい配信したか。それではライブランキング13位の方からお名前呼びます。よいしょ、ちょっと待ってや。あのこの後はね、ドライヤーして寝ます。13位から13位、なべさん。12位、おまんしゃ。11位、ビビさん。10位、いちこさん。9位、みつりん。8位、あずまやん。7位、ひろ。6位、てるさん。5位、しもちゅうさん。4位、ひろまえちゃん。3位、がくりさん。2位、たっくん。1位、いっかいさん。ありがとう、みんなー。ありがとねー。お疲れ様でしたで。こちらこそ、お疲れ様でした、みなさん。今日も一日。明日も平日だね。一緒に頑張ろう。ゆずたちもレッスン頑張ってきますので。3月20日のニューイヤーライブは皆さんぜひ、明治入場してください。そしたら、愛を込めて、折って、頑張って作ったお守りと、トーク2倍券がもらえちゃうので、皆さんぜひ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 、よろしくお願いします。ということで配信終わります。ありがとうございました。おやすみ。ちゃちゃー。